久セ駅は、岡山県真庭市クセにある、西日本旅客鉄道尾目新線の駅である。真庭市役所の最寄り駅であり、JTB 時刻表では、真庭市の代表駅とされているが、上降人員は、隣の中国勝山駅の方が多い。校内相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅。古くからの駅舎が残っており、 ホーム側に駅舎と一体化した木造のベンチがある。駅舎は、新見方面行きホーム側にあり、ホーム間は、古線橋で繋がっている。津山駅が管理し、SRT が窓口業務を受託する管理委託駅であり、日中の一部時間帯のみ、ポスター末による発見が行われている。本校では、JR 西日本公式サイトの全域路線図に、従い路線記号を、 ラインカラーを表記しているが、実際の駅構内の主だった旅客案内には2018年3月のダイヤ改正の段階では反映されていない。1日の平均乗車人員は以下の通りである。周辺は癖の市街地のやや外れに位置するものの大きな街並みが広がりスーパーなどもある。タクシーの待ち合わせがある。バス乗り場は 駅から150メートル南側の国道181号沿いに、ある、区勢駅前停留所と、駅前広場の、区勢駅停留所の2カ所がある。区勢駅前停留所からは、中国勝山駅方面や、天満やバスセンター方面の岡山勝山線が、連絡する。また、区勢駅停留所を発着する旭川桜バスの一便は、福渡駅方面岡山市バスへ接続する。 主に幹線路線が停車する。国道181号沿いの中山病院前にあり、方面に、寄り道の北側と南側に分かれている。路線バス、高速バスコミュニティバス、癖駅停留所発着の朝日川桜バスも停車する。乗り合いタクシーコミュニティバス。ありがとうございます。